シャドウゲートは日本生まれの競争場。主な勝ち倉は2007年の中山金杯、シンガポール航空インターナショナルカップ、2010年の中京記念、2005年2月19日、東京競馬場で行われた新馬戦でデビュー。デビュー戦は6着に終わる。3戦目の未勝利戦で、同じヤシロ大ファームの生産場である、当選ダンスらを相手に勝利を収めると、続いて、 東京優春トライアルのプリンシパルステークスに出走。11番人気ながら2着に入り、東京優春の優先出走権を得る。しかし、本番の東京優春では勝ち馬ディープインパクトに及ばず16着と完敗する。その後、札幌競馬場でのグリーンチャンネルカップでメルシエータイムラを相手に勝利し、再び GI の第66回菊花賞に出走する。このレースでは、 無敗での三冠達成がかかったディープインパクトに異様な注目が集まる中、コースタートから先頭に立つと大逃げを打つ。しかし直後をマークしていた横山のりひろ機場のアドマイヤジャパンに4コーナーであっさりかわされるとそのまま直線で失速し、結局ディープインパクトの15着に敗れる。その後、条件戦に戻ることになるが、やはり制裁を書き2005年を終えることになる。 2006年、前半は1000万下の条件戦に出走していたが、制裁を書き500万下に高級。高級後の7月に、函館競馬場の大森浜特別で勝利し3勝目を上げ、1000万下に、再び昇級した。自走の HTB 賞は3着に敗れるものの、安城に、田中勝春を初めて迎えた12月の香取特別を、勝利し4勝目を上げ2006年を終えた。 2007年香港カップ2007年の初戦は、重賞の中山金牌に格上挑戦で出走する。このレースでは、金量 53kg の軽ハンデを生かし3、コーナーで先頭に立つとそのまま押し切り、2着に7馬身もの差をつけて優勝。重賞初制覇となった。自走の中山記念では、前走の実績から一番人気に押されるが、逃げたローエングリンを捉え切れず4着に敗れる。 続く 3K 大阪杯では、安城の田中勝春が、起乗停止中であったため、この年から JRA 騎士となった安藤光明が、乗り代わりで起乗スローペースの短期逃げに持ち込み、前年のクラシックに看板名称サムソンと接戦の2着に逃げ粘った。自走は、安城を田中勝春に再び戻し、初の海外遠征となる、シンガポール航空インターナショナルカップに出走。 現地でも一番人気に支持される。レースは、スタート後、道中4番手を追走し、直線手前で早めに先頭に立つとそのまま押し切り、見事に初の GI 勝利を、海外 G1 制覇という形で成し遂げた。また2着には、前年の覇者である、北海道競馬所属のコスモバルクが入り、日本馬のワンツー決着となった。続いての、第48回宝塚記念では、 雨で渋ったババとなり、これが有利になるかとも思われたが、14着に大敗した。その後8月1日にコックスプレートの一時登録を済ませたが、9月3日に馬インフルエンザ影響で登録を取り消された。そのため当初の予定を変更して、第136回天皇賞に出走。しかし、レースでは最後の直線で不利を受け13着に敗れた。ちなみに、 その時に車高した衛進デピューティは8位入選ながら14着に後着となっている。11月11日に予備登録を行っていなかったが、第21回香港カップへの選出場となったことが発表され、関係者は招待受諾を表明し、阪神競馬場で14日間の輸出権益を受けた。そして第17回香港マイルに出走する。 混合力士王とともに11月28日に、関西国際空港から香港に向けて出国し、約5時間半後に車ン競馬場へ到着した。12月9日のレースでは、コースタートを決め、道中は2番手に位置し、最終コーナーで早めに先頭に立つものの、直線では粘りきれず5着だった。なお、 同日行われた第14回香港バーズでは、シンガポールで下したドクター・リノが優勝している。レース後は12月12日。2008年の初戦は、川崎記念にクリストフルメールの機場で出走。有力馬2頭が取り消し、出走頭数が10頭と少なくなったこともあって、最後は中段から伸び、初のダート競争ながら3着に入った。しかし続く。 ダイオライト記念では9着と大敗した。その後の4月4日にシンガポール航空インターナショナルカップの選出馬となり、招待を受諾したことが発表され、2年連続で同競争に出走することになった。しかし4月11日に衛生条件に関する協議の結果、出走不可能になったと発表され、連覇の道が途絶えた。これで、 ウマインフルエンザの影響で遠征が中止されたのは二度目となった。目標を切り替え、5月5日の柏記念に出走するが5着に終わった。日本テレビ坂を回避した後、芝に戻ったオールカマーでは8着に敗れた。続く福島記念では三浦厚成に乗り換わって5着だった。2009年の初戦は2年前に優勝している中山金牌に出走したが、 ブービーの15着と大敗した。その後、休養を挟んで4月5日の大阪杯では6着だった。続く、金社地賞では、桜目がアンダーの2着と久々に構想した。続く7月12日の七夕賞では、後域移送も7着に終わった。続く8月23日の札幌記念では11着と、大敗した。休養を挟み、11月21日の福島記念に、 出走したが終始後方のまま10着と惨敗した。その後、12月27日の第54回、有馬記念では9着に終わった。中京記念2010年の初戦は、アメリカジョッキークラブカップに出走。スタート後に鼻に立ったベルモントルパンを交渉面で、かわして握る展開となったが、最後の直線で後位の因で追走したネバブションに、捉えられ2着に敗れた。続く、 中山記念では2番人気で出走。発走直後に大きくつまずいて、落馬寸前の致命的不利となり、最後方からレースを進め、直線で追い上げるも6着だった。中山記念から中一周で中京記念に出走。トップハンデの 57.5kg を背負ったが、レースではタスカータソルテに千馬バ一四1、4の差をつけて勝利した。次に、 シンガポール航空インターナショナルカップに出走する予定だったがゲートに突進し後扉を破損その際に後ろ足に外傷を負い発送前に競争から除外された帰国後7月25日の函館記念では見せ場なく10着と大敗した続く札幌記念では中断の外目を追走するが直線では全く伸びず13着に敗れた 2011年初戦の京都記念では、道中早めに仕掛けるが10着と大敗。中京記念では2番鉄追層から直線で一旦、先頭に立ったが、成田クリスタルにかわされ2着となり、連覇はならなかった。新潟大将天では、最内枠から逃げ、直線に入っても渋太とく粘り込む勢いだったが、残り200メートルで、後続馬にかわされて5着。 七夕章では3番手追走から抜け出すも外から足を伸ばしたイタリアンレッドタッチミーノットにかわされ4着。秋初戦のオールカマーでは大外枠から花を主張し逃げたが直線で失速し9着と殿の負けを喫した。天皇賞では終始後方のまま13着。中日新聞杯では3.4番手追走も直線で1敗になり10着と惨敗した。 有馬記念に出走登録を行ったものの回避した2012年1月4日付で競争馬登録を抹消アイルランドの小玉隆久級者へ移籍する移籍初戦をレコードタイムで優勝続く準重勝では発着に敗れたこれが最後の競争になり2013年5月に現役を引退アイルランドで種ボバになったありがとうございます